今回は久々にインタビューをお届けしております。ロングロングインタビューでございます。皆さんぜひ聞いてください。劇団思い出作り特集でございます。はい、というわけで今回はね、皆さん一度は夢に見たでしょう、この懐かしいラムネ。ラムネをね、皆さん一度は夢に見ませんでしたか？一度にいっぱい食べてみたいなって思いましたよね。そんな夢を今日は私が叶えたいと思います。これね、なんか私が働いてる職場でいただいたんですけども、これもらうってなかなかないと思うんで、これ運命だなと思ったんで、ぜひ皆さん見ていてください。私が皆さんの夢を叶えます。いただきます。Uh-huh.